さあ来ましたね、バーチャシンね。いきなり神ですよ。はい、まあ特別称号持ちですね、公式のプレイヤーですね、こちらは。さあゴルゴ一味、ゴルゴ一味、おっと、側面、それから、裏だけ、さあ、どうだ、リング、おっと、まだ落ちない、落ちない、おひげりを潰して、まあですね、チビタの蹴り置きを潰すのがすごいうまいんですよ、ミドルキックで。はい、さあ、おっと、うろけ、さあ、ゴルゴサディも、いい振り、あー、ゲランできた。さあ、おっと、下げたが、この、バーチャファイターはコンボがあって、中には一発目を避けても二発目を食らってしまう、そういうものもあります。助かって音をゴルゴ13本繰り返す。左中長戦争、おっと、来た、またうまいですね。さあ投げて、いらんから、さあどうする、これはおっと、プープーさん、今のは今のコンボですね、中段で、あの強制的に決めるんですけど、あそこから2発目の制限が入ったと今のコンボは決まるんですよね。おっと、はい、これはかなり強気な選択でしたね、ゴールドサイドが。はい、あとバーチャファイターが確定反撃というものがあります。技を投げされてしまうと避けようのない攻撃を食らってしまう時があります。さあと優勝戦闘ガードさせて下げてからの連携、さあチビタが取り返して、しかしゴゴサディもいい戦いをしている。投げに行った、さあ下げて、側面、さあ側面ですね、高額戦ですよ。おっと投げ抜けですね、はい、おっとやばいですね、ゴロゴロの方シャガパン中村読んでバックステップからのイザクラですね。はい、中段からのまあ打撃3段ですね、一応打撃投げ判定。おっと、いきなり優勝候補先鋒戦で敵チームに取られます。さあ、まあ元々チームたちがロースターターですから、この後がまだ分かりませんが、しかしそのためにはこの残りの2人、コエドとホームステイが勝たなければいけません。しかもこれはもしかしてドーキャラ、ドーキャラですね、はい、ゴルゴ対コエドですね、これね、はい、はい、コエドもかなりこのバージョンになってキャラチェンジするかっていうのが流れたんですけど、結局ジャンに戻りましたね。そうですね、ムークさんもジャン使ってましたよね、はい、そうですね、やっぱジャンはあの途中溜める、連携から溜める攻撃と溜めっと見せかけて別の技に派生するパターンがあるんですよ。で、あのファイナルショーダウンなんて溜め技をガードさせるとさらに集計などに対抗迫れるような必要があるんですね、はいはい、今回はなんでかなり打撃で押しキャラなんですけど、まあ、それでも打撃技一辺倒でやっぱガード固められてしまうので、ガード外し技とか、まあ、あのダメージが高くないですけど投げ技を待たなきゃいけないです。なるほど、はい、さあそんな音同キャラ対決、まずは1本目小江戸が取りました。やっぱあのこのゲーム FS になってから結構さすがだけど、ゆとり向け安定になって結構防御能力が全体に下がるんじゃないかと言われてるんですけど、まあ、小枝の方はその辺かなりでもしっかりカバーしてますね。また壁を使ったあの攻め方が非常にえぐいのでかなり注目です。あ、うまいですね、これがとかガード外しの攻撃ですね、ジャンの必要ですね、はい、いいですね、まあ、カウンター限定でつながるコンボですね、今のは。おっと、避けて、お互いジャンプ界なんでこの辺の連携は分かってますね、はい、はい、この下段がうまいですね、こういうのは。あ、いい返し方です、今の発生が早いですね、非常に。あ、惜しいですね、コンボが入るところだったんですけど、でもゴルゴ2本選手ですね、これいけますよ、これは、はい、優勝候補。さあ、投手受けて、次段、前回転、今の受け身読んで打撃を重ねた形で、はい、さあ、遅らせて打撃ヒット、あら、これだ、ガード、やっぱお互い中段をケアして、立ちガード多めにしてますね、なので、下段を打ってる状態ですね。あ、今の置き蹴りを避けた感じですね、はい、で、まあ、後ろ蹴りからの派生の下段を打ってますね。はい、
壊れろせいや。まあ、このバーチャルアイドルというゲーム、上段、中段、下段といってもですね、これですね、はい、今のです、あの最大ダメをバットしてからの連携ですね。はい、壊れろと、これは超えろ、さすがにここで落とすわけにはいかない。しかしゴルゴ13先方を抜いて、残念だったな。まだわからないこの状況、中堅中堅になります。さあ、なお左の画面の方にも、他の状態映っております。多くはありませんが、また興味のある状態であれば4番強度ですね、現在ね、糸旬が出てブラッド対決、そうね、糸旬はブラッド強化で最強と呼ばれている男ですね。はい、はい、この選手もかなり優勝候補の一角ですね。はい、さあゴルゴ13ここで中堅を持ってくる、アイリーです。さあ、アイリーどうでしょうか、ファイナルショーダウンに変わって、どうですか。アイリーは、サルゲンといってかなり姿勢を低くするモーションの技が多くてですね、はい、他のキャラクターの、上段はもちろん中段技も結構使う判定の技が多いので、結構相手にすると厄介なキャラクターの一人ですね。そうですね、はい、他のキャラクター使いの人から言わせると、相手にすると面倒くさいみたいな単語がよく聞かれるキャラクターですね。はい、さあそういう技が使いやすい、キャラの中で一番身長の低い、はい、判定の小さい、エルブレイスと同じぐらい小さいですね。そうですね、そのキャラ2回戦、さあこれのどうするか、抜けてます、側面抜けてますね。まあちょっと波が棒当てたかもしれませんね。おっと追いきりっか、さあ側面からまだ分からないですよこれ、はい、はい、壁減ります、狙ってますね。あ、おーっと、これまた入った、今の確定ですか。今のは特命ヒットだったら確定ですね。なるほど、はい、あの下段の人が当たった時に相手の側面に壁があるとそれがヒットして、膝蹴りとか大きい参加の技が当たるようになるんですよね。そうですね、はい、前の R からありましたが、特に今回側面の攻防が増えたので、あと結構全体的に下段技が増えてるので各キャラクター、はい、ジャンのにさっきの技も、ファイナルショーダウンなんて追加された技の一つですね。いやー、壁コンボがエグいですね、こういうのは本当に。そうですね、さあ、これを置いて、さあ、2本取る。あとはファイナル障害になって、あのジャンプがすごいしやすくなったんですよ今回、なんでキャラクターによってはそれを使うと、かなり攻撃力上がるキャラクターもいますね。そうですね、特に下段も充実したということで、ジャンプで回避という、そうですね、はい、元気な競技で、中堅コンボ圧倒的です。さあ、小江戸一気にした。いやでもあのファイナル障害になって投げつけやっぱ基本的に3枚じゃないですか、抜けれるのが、はい、でもこういう感じで抜けますね。そうですね、しっかりとは、読んでるんでしょうね、相手の方向、はい、特にあの位置を変えるタイプの投げというのが投げの中にもありますが、はい、壁を手にしている、もしくはその逆であったりとか、そういうところで選択肢があると絞られてくるというところも小江戸の頭の中に入ってくるのかなと。そうですね、ダメージを優先しに来るのか、それとも勝ち位置を変えるのを優先してくるのか、その辺はお互いの駆け引きですよね、はい、そうですね、はい、さあ、というわけで中堅戦を小江戸が制して大将ゴルゴ1にシバレッサ、さあシバレッサここで踏ん張りたい、相手が優勝候補といえどここで2人抜けばその勢いで上がっていく、そんな可能性を秘めているこの試合。さあベレッサ対小江戸のジャン、ステージはおっと、ステージもちろんこれは後から入った方が選べるんですが、フルフェイス、フルフェイスですね、しかも壊れません。さあ壁ステージをあえてベネッサ選んだ。さあゴルゴさん、これベネッサどうですか。ベネッサのオフェンシブの状態とディフェンシブの状態で構えが変えられるんですよ、はい、でファイナルショーダウンになってさらにネジスタイルが加わったんですよね、はい、受け身を取る代わりにその他手に入ったりとかするので、またこれまたですね、本来受け身を取るところで攻めにくくなったりとかと、はい、逆に対戦相手はベネッサに対する攻撃がかなり必要になります、はい、そうですね、デモ画面でありますね、ベネッサが、寝てる状態でちょっと挑発してるような感じの、
さあ、そういう新しい動きも使ってみてください。さあ、セットの方は1位です。おっと、ダメ。古いですね、側面が。わあ、しかしうまく始まった。それさあ、投げに行って。ごめん。あ、割り込んだ。行ってますね。まあ、結局、こう、タッチガードが増える、よって上段を使いたくなる、はい、そこをあえて頑張ってしゃがむと、そうですね、そういう駆け引きも多いですね。はい、あ、しまいさん、止まれるか。えぐいですね、本当に。いや、でもあの下段技もノーマルヒットだと不利なんですけどね、そうですね、やっぱその若干の不利な状況にしのぐ自信があるから、そこまで大胆に振ってくるんですよね、こういうのは。はい、はい、お見事でした。はい、というわけで、勝ったのは東中チームでした。